岩渕智君日本共産党の岩渕智です。え本調査会は、誰もが安心できる社会の実現を大きなテーマとして、この1年目は困難を抱える人々の現状について参考人質疑を行ってきました。新型コロナウイルスの影響が、国民生活に大きな打撃となる中で、その影響を最も受け、困難や矛盾が集中しているのが、困難を抱える方々です。 憲法の精神を生かして誰もが安心できる社会の実現が今こそ大事になっていると考えますはじめに子どもをめぐる諸問題についての参考人質疑について述べますこの質疑では学校給食費をはじめ教育の分野で国の経済的支援を強めることが必要ではないかとこのようにお聞きをしたところ参考人から 学校での費用徴収はなくす方向、なくすという方向でいいのではないかと、こういった意見がありました。教育に関する支援の強化が今こそ必要だと思います。で先日、子どもの貧困対策に取り組む3つの団体が、経済困窮の深刻化を受けて、ひとり親世帯などに現金給付の上乗せを求めて会見を行いました。ののお子さんを持つシングルマザーの方が 働けずに自分は一日に一食と訴えるなど、実態は深刻でさらに切迫をしていますで。給付の上乗せはもちろん、仕事の確保や休業への十分な保障も重要です。学生団体の調査で、保護者の収入の減少やアルバイト先の休業などによって、学生の五人に一人が退学を考える事態が広がっているということが明らかになりました。 学びのの権利をを守ろううとということで200を超える大学学学生が学費の減免や支援を求めるインターネット署名を展開しています。でこの運動は、大学の垣根を越えて、学費の一律半額免除を求める署名へと発展をしています。で困窮する学生への給付が、まあ、閣議決定されましたが、まあ、アルバイトによる収入の減少や、 学学費や奨金への支援などなどさらる拡充が必要だと考えますでコロナの危機の下で、とりわけ女性や子どもに矛盾と困難が集中しているということから考えれば、コロナ対策にジェンダーの視点が必要だということも指摘をしておきたいと思います。次に、外国人をめぐる諸問題の参考人質疑では、多文化共生社会について、参考人から話をお聞きをして、 人権の観点が重要だと感じましたでコロナ禍で外国人にも矛盾と困難が集中をしています帰国をできずに実習期間終了後もわずかな現金だけを頼りに帰国を待っている外国人実習技能実習生がいます で帰国できなかった外国人実習生にも、特別給付金が支払われるということになりましたけれども、3か月を超える在留資格が必要となります。また、政府が決定した学生への給付対策について、外国人留学生については、学業成績が優秀なものといった要件が設けられています。でコロナでで受ける影響は同じです人権の観点から考えてても日本に居住していれば どんな外国人でも給付の対象とするなど対応が必要だと考えますで、参考人質疑ができなかったテーマも重要ですとりわけ消費税率の引き上げに伴う影響の上にコロナの影響が重なったということがえ暮らしやなりわい地域経済な深刻な打撃となっています消費税率を引き下げるべきではないのかという声が党派を超えて上がっています私は 福島県に住んでいますけれども、県内の商工3団体からも、消費税率の引き下げを求める要望を受けております。消費税率の引き下げについても、今こそ検討されるべきだと考えています。で不要不急の予算を徹底的に洗い直して、コロナ対策に回すことが、命と健康、暮らしとなりわいを守ることにつながります。誰もが安心できる社会の実現を目指して、 2年目以降の議論も深めていければというふうに考えています。以上です